します。そしてこの方もいらっしゃいます。はーい、マンダラケあれ元気ないどうも石川翔太です。張りがないですね。あれどうしちゃったんですか、疲れてるんですか、うん、なんかね、俺今日さ、ここに向かうとき、はい、ふと思ったんだけどさ、はい、ここって芸能界なのかな変なこと言いますねどうしたんすか、ここって芸能界なの。つい 2,3 分前まであの侍ちゃんがここに座ってたそれがだからより俺の思いを強くしてるただまあお侍ちゃんもここにいる時は下半身普通のズボン履いてました言わなくていいんだよテレビの現場とは違うのかなっていうところは否めないですけどいやここは芸能界です、まあね、界ど真ん中ですよ。芸能ど真ん中ではないよ笑かすなよ笑かしてないよ、恥も恥も違う、俺たちはもし今後何か不祥事を起こして謝罪会見なり復帰会見なりするってなったら、はい、ここで独占嘘もう当然そうですよ。あ、そう、はい、お腹よ何言ってんですかどういう今あのねガキの使いじゃないんですよって言ったのあなたですよね本当だよ余計なこと言って用事もないのに潜り込んで言ったのあなたですよ本当だよあれいらなかったもんなあれいらんかったなあれいらんかったな最低ですよ、うん、いつから考えてたんだろうなどっかでどっかで言おうかと思ってねドヤ感もう顔見ないでもドヤ感見えた面白くもねえ受けません受けません最悪ですよ。そうね、だってここは隔離病棟みたいなものですって本当に芸能界の隔離病棟って言われてるこれねさ謝罪会見しても反省してるようには見えないんじゃないのあんまりそんなことないあのだって TKO 木下さんも出たんだからあそうなんですか。そうです。あそうか、あじゃあ芸能界か。芸能界ですよまあねそうか、ここが隔離病棟ですか。前ちょっと言っとくけど、はい、今の話、はい、俺に丸聞こえたぜいや、いいんですよ